いいかな。アンナ、どうしたのですか？もう、私のことはアンナさんと呼んで。今ね、新商品を考えてるの。新商品？神竜様は恋人たちの記念日って知ってる？聞いたことがあります。その日は恋人たちが互いに贈り物をし合うとか。そう、それよ。恋人たちは毎年花を贈り合っているわ。でもいつもそれじゃ飽きちゃうでしょ。そんな既成概念に革命をもたらす画期的な新商品を作りたいと思ってるの。おお、難しい言葉を知っているんですね。子供扱いしないでったら。神竜様も力を貸してちょうだい。何を作ればいいのかいまいちピンとこないから一緒に考えてほしいの。そうですね、恋人の記念日ですよね。ネックレスなんてどうですか？神竜様って意外と凡人ね。ネックレスなんて世の中に溢れてる。平凡すぎて面白くないわ。そうですか。人はどこにでもあるようなものを欲しがらないの。特別な一つしかないものを欲しがるの。そういうものを考えないといけないのが商売の難しいとこなのよね。なるほど。ではめげずにもっと考えてみましょう。あのあと新商品は思い浮かびましたか？それが全然。アンナさん、どうしたんです？まさか泣いて。泣いてない。でもちょっと落ち込んでるの。私一人前の大人だと思ってたけど。実際は見た目も中身も一人前には程遠い子供なのよ。だから恋人の日のための新商品が何一つ浮かばないんだわ。わかりました。では私が一肌脱ぎましょう。もう一度私の新商品の案を聞いてください。あれからずっと考えていたのですが、工芸品を使ったネックレスなんてどうでしょう。でも
ネックレスは。確かにネックレスはありふれた贈り物かもしれません。でも工芸品を使ったものならみんな色も印象も違って素敵な一点物になると思いますよ。アンナさんの故郷は確か工芸品が盛んですよね。それに紐をつけてネックレスにするんです。ダメですか？悪いことではありません。立派な大人たちもみんな弱音を吐くものです。辛くなったら何でも私に話してくださいね。そう言ってもらえるなんて嬉しい。神竜様は私の恩人よ。あのね、このネックレスの名前、神竜にしようかなって思ってるの。気持ちは嬉しいですが、やめた方がいいかと。もっと売れそうな名前にしましょうよ。商売繁盛を願っていますよ、アンナさん。アンナさん、今日は恋人の記念日ですね。新商品の売れ行きはどうですか？もう完売しちゃった。本当ですか？おめでとうございます、アンナさん。全部神竜様のおかげよ。ありがとう。
でもせっかくなので一つぐらいは完成品を見たかったですね。実は一つ取っておいたの。はい、これ。わあ、素敵な仕上がりですね。これはみんな欲しくなってしまいます。よかったらあげるわ。でもそれは売り物じゃないの。一番うまく作れた神竜様用の特別な非売品、受け取ってもらえると嬉しいな。一番うまく作れたって、それをもらってしまっていいんですか？もう鈍いわね。どういう意味かよく考えて。だって今日はほら特別な日だし。私はまだ子供だからそういうのには早いけど、神竜様と仲良しの印ってこと。嬉しいです。喜んでいただきますね。ありがとうございます。代わりにこれを受け取ってください。約束の指輪です。え？なんでこんなに大事なものを。大事なものだからこそアンナさんに受け取ってほしいです。恋人にはまだ早くても、パートナーにはなれると思いませんか？そうね。現に私たち、新商品を生み出したパートナー同士だもんね。ありがとう。指輪、受け取るわ。私、とっても幸せ。私もです。さてと、明日から忙しくなるわよ。職人に頼んでそのネックレスを大量生産してもらわなきゃ。神竜様がつけてるネックレスよ。もう売れる要素しかないでしょ。たくましいですね。アンナさん、私はいつでも応援していますから。行商人としてのあなたも、パートナーとしてのあなたも。あなたとなら世界一の行商人にもなれちゃいそう。いつか家族に会えたら大切な人だって紹介させてね。